吉田直生は、日本の警察官僚、広島県広島市出身、第94代警視総監、名田高等学校時代に、クイズグランプリの高校生大会に出場。宮崎県警本部長時代は、宮崎県官政談合事件の捜査を指揮した。警視庁刑事部長時代は、オウム特別手配犯の高橋克也逮捕や、パソコン遠隔捜査事件及び黒子のバスケ、 脅迫事件の捜査を指揮した。福岡県警本部長時代には指定暴力団、工藤会の壊滅作戦を指揮した。読売年間2017年版 P232 第94代警視総監に吉田直忠氏、工藤会壊滅を指揮。テレビ朝日、テレ朝ニュース。 http コロンスラッシュスラッシュニュース。t v a s a h i c ojps ラッシュニュースソサイティアーティクルズ零零零一一零一一五。html 二千十八年六月二十一日閲覧。警視総監に吉田氏。二千十七年九月八日日本経済新聞。二千十七年十月十六日閲覧。何かに打ち込むこと。 チャレンジすることが輝き続ける。秘訣東京大学少林寺憲法病 B、オンラインマガジン国家公務員法第106条の25第1項等の規定に基づく、国家公務員の再就職状況の報告国家公務員法第106条の25第1項等の規定に基づく、国家公務員の再就職状況の報告、当社市会社の役員移動に関する、お知らせインフォメーション。 インフォメーションディベロップメントありがとうございます。